じゃあ次はですね、小畑の高槻にあります白鳥神社の、大々飾りの中から大国舞をご覧いただきます。大国、主の御子と言いますね。この一般にですね、大黒様と言ってるのはこの神様なんですね。こういうあらすじになっているんです。日本の国が大変荒れましてね、で天にいる神様がけしからんということで、鹿島という神様を出雲の国に派遣するんですよ。それで鹿島の神が出雲に降りてすぐ出会ったのは実は大国の主の神様、大黒様なんですね。でお前もこの国荒れてるからね、私に譲れって言って、大国の主はですね、私は年を取ったから譲っては譲ってもいいけれども、息子がいるんでね、その息子がですね、いいと言ったら譲りますと。でその息子ってのは誰だって、主の御子と一般に恵比寿でありますね、この神様なんです。その神様がね、言って言ったら譲ります。どこにいるんだって言うと、いや実は海見ていて釣りをしてるんだって言うんですね。そこに行ってこの琴城恵比寿にですね、譲れということを折衝するわけですね。その琴城がやる恵比寿がですね、釣りをしている状況をここで演じます。で大きなことができましてね、なかなか面白くですね演じてくださるんですが、ここでもですね、では、この方々からですね、大黒舞を